はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですけど、何をするのかというと、カードメダルの交換所でね、どれだっけ？これか、熱血スライディングタックルがね、やっと、限界突破10までいける枚数ね、交換できたので、今回はね、熱血スライディングタックルをね、10にしましたっていう動画なんですけど、まあ、それだけで終わりっていうんじゃちょっとあれなので、まあ、とりあえず10にしますと。はい。これで、石崎くんのね、タックルがね、熱血スライディングタックルに、まあね、今2回打てるから、巧みなタックルつけてたんで、ここをね、こっちと入れ替えていこうと思います。まあ、これだけでもね、かなり強化できるよね。まあ、2回どっちも打てるわけだし、威力3000違う上に、まあ、こっちはスキル詳細に、まあ、巧みなタックルでボールを奪うとしかないんですが、まあ、こっちだったらスピードが高いほど威力が高くなるってことで、まあ、中学生のね、技能なしの石崎くん、テクニック属性なんで、アビリティはちょっと発動しないんですが、まあ、これでもね、かなりの戦力アップになると思います。で、まあ、巧みなタックルの方もレベル100でスキル5まで育ててるので、ちょっと他の選手につけて使いたいなと思うんですけど、まあ、ソーダくんがね、ちょっとスキルまだ育ってないので、カミソリタックルと入れ替えようかなって思ったんですけど、ちょっとその前に試してみたいのが、どこだっけ、いた。こう、ソリマチくんなんだけど、今は巧みなパスとダイビングヘディングシュートつけてるんですが、まあね、この巧みなパスの代わりに巧みなタックルをね、フォワードのソリマチくんにつけてみたら、もしかしたら、このシュナみたいな感じで、結構高低タックルして奪ったらそのままファイヤーショットとか打ってくれるんですよ、シュナって。だからまあ、同じような感じでね、ソリマチくんにタックルつけたら似たような動きしてくんないかなっていう意味では、ちょっとここにね、巧みなタックルつけてみたい気もするんですよね。だからちょっとそれでしばらくリーグね、試してみようかなって思ってます、今は。こんな感じね。ただそしたら、巧みなパス、ソーダくんにつけるのもありかな。カミソリタックルの代わりに。巧みなパス。うん、こんな感じでちょっと使ってみようかなと思います。ってことで、ちょっと一回これでリーグ行ってみようかな。まあとりあえずこのチームでいいかな。60万のチームと、これで戦ってみようと思います。まあね、石崎くんが活躍してくれればいいかなと。まああとね、若島津くんもね、多分っていうか動画にするのはね、初めてなんでね、2倍ぐらいにするか。うん、いきなり。おーし。素晴らしい。これは素晴らしい。あれ、こっちにする。これも。おお、やるじゃん。よし。岩石ドリブルとエッフェル塔で。これで終わりだ。キャノンシュート。こんなもんじゃ終わらないぜ。これで終わりなのか、こんなもんじゃ終わらないのか、どっちなんだっていうね。毎回言うけど。お、ああ、ダメだ。巧みなタックルじゃ、かわされる。まあね、普通の時に巧みなタックルで奪ってシュートまで持ってってくれるかはちょっと見たいね。おっと、ドライブはどうだ。おーし、止めそう。まあ、属性相性もいいからね。よーし、よしよし。そしてミラクルいくか、とりあえず。
おーしよしよし。そしてエッフェル。おおーし、翼くんダイレクトドライブが入る。ここも相性いいからね。オッケー。そう、これが敵のシュナでしょ。そう、結構ね、あれで前の方にいるとそのままファイヤーショット打ってきたりするから。お、カミソリで、よし。あ、いいな、ディアス。俺もディアス欲しいな。そうなんだよね、即の中学生、本当にね、手に入るチャンスが今ないんだよな、ほとんど調べると。これは、おーし、素晴らしい。若島津くん大活躍だな。あ、ソーダくんのパスも結構コンボのつなぎでいいね。やっぱ巧みなパスちょっとつけとくか。オッケーオッケー。ちょっとソリマチくんはなんか思った動きをしてくれてはいないけど、ただ、ソーダくんに巧みのパス積んどくのはいいね。そして、スライディングも決まる。おー、これは普通に、スライディングヘディングシュートをいって、あー、これはダメだね。相性的に。なんだ、今の。なんか止まってたけど。お、巧みなタックルが、入って、そうか、そのままシュートとはならなかったか。そうはいかんたい、そうはいかんたいが来てしまったか。ただもうなんか今回思った以上に若島津くんがめっちゃ活躍してくれた。はい、ってことでね、まあちょっとね、まあ若島津くん手に入れてからも初めてリーグの動画撮ったし、まあ熱血スライディングタックルが限界突破終わったよってことでね、いろいろ技もちょっと入れ替えてみて、そうだな、ソリマチくんの技はどうしようかちょっとまだ保留だけど、ただソーダくんのパスはいい感じに通ってたから、この配置でもいいかもしれないね。ってことで、まあ今回の動画は、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。